伝説なんて使わないでしょ、あんまり。じゃあさ、ペコラ、レクーザとラティアスと色違いのスイクにしようか。あ、いっちゃった。色違いのスイク、待ってんの待ってんの待ってんの。え、な、え、え、わかんない、持ってたかな、わかんない。もう、わかんない、どっちかな。絶対持ってないやん。いや、わかんないよ、もう持ってるかもしれない、色違いのスイクン。あー、まあ確かに。そう、ペコラ、スイクン好きなんだよ。かっこよくない？でも、ペコちゃん、誰かが絞り取ったスイクンでしょ、多分持ってたとしても。いや、誰かから絞り取ったみたいな。どういうか、誰かだよ。誰かから盗んだな、それ。盗んでねー、ペコ、盗んでねー。シオン先輩はさ、伝説のポケモンでさ、誰好き、ペコ、ある、いる？あ、伝説のポケモン？うん。え、ミュウかな、かわいいじゃん。さっきもミュウいたな、パーティーに。ミュウ入れてくるわ。あいつエスパー、あいつエスパーだな。いや、わかんないよ。あいつエスパー。え、ミュウエスパーじゃないよ。え、違うの？ノーマルだよ、ノーマル。いや、ノーマルなわけねえだろ。ノーマル、ノーマルエスパーだよ。あ、ノーマルエスパー、いや、エスパーも入ってて、エスパー。何が嘘だよ、全然いいじゃねえですよ。え、あれ、ペコちゃん、色違いのスイくん、色違いのスイ、ん、あ、ん、わあ、忘れてきちゃった。やべ、僕その中に置き忘れだ。やべ。え、さすがに色違いは忘れないでしょ。あ、ごめん、うっかり、もしかして、うっかり、ごめん、ペコだ、忘れてた。なるほどね。あ、そっかそっか、じゃあもうしょうがないか、うっかりなら。そうか、もう今度見せてあげるペコね、今度。あー、分かった、今度。え、スクショでもいいよ、全然見たいな、何色かどうか。あ、とりあえず戦うよ、とりあえず。確かに。まあ、どうしよう、マジでこれ。